韓国南部の与須市で海をテーマに開かれている万博は今日、会場全体が日本一色となるジャパンデーを迎えます。万博会場に海洋丸が停泊しています。ジャパンデーに合わせ入港したもので、ひときわ優雅な姿を見せています。先月12日から開かれている与須万博には104カ国が参加して、海や水をテーマにしたパビリオンが設けられています。ジャパンデーとなる今日は、東日本大震災で被災した東北3県の伝統的なお祭りや踊りのパレードも行われ、会場が日本一色となり、震災からの復興をアピールします。イベントには当初日本の政府高官が派遣される予定でしたが、島根県の竹島を韓国領土とする展示物の撤去の要請が受け入れられなかったとして、急遽取りやめています。